車好きのパラダイスザモーターウィークリー、藤本恵美里です。今日も30分間車話で盛り上がっていきましょう。さあ、まずはメッセージからご紹介したいと思います。こちらは茨城県の青柳さんからいただきました。ありがとうございます。毎週楽しみに番組を聞いています。メディア対抗ロードスター4時間耐久レースおめでとうございますといただきました。ありがとうございます。番組ステッカーはゲットできませんでしたが、表彰式後に桂さんにサインをいただき、とっても良い一日でしたよというメッセージ。あれ、青柳さんなんか表彰式後私もいたんだけど、私のサインはいらなかったのかしらとか言ってね。いやいや大丈夫ですよ。あの番組ステッカーはですね、ちゃんとお届けしますから、楽しみにしていてくださいね。そうなんです、ちょうど1週間前になりますね。メディア対抗ロードスター4時間耐久レースザ・モーターウィークリー参戦しますよとお伝えしてましたが、参戦してきました。今おめでとうございますなんていう声もね、あのメッセージもいただいたんですけれども、今日はですね、そのメディア対抗ロードスター4時間耐久レースの模様をお届けしたいと思います。そして WEC 世界耐久選手権を楽しもうのコーナーもあります。今週もカーグラフィック編集部の早田さんにお話を伺ってきてますので、今日はね、秋のモータースポーツスペシャルみたいな感じですかね、お届けしていきたいと思います。皆さんどうぞ最後までお付き合いくださいね。 The Motor Weekly。 さて、第26回メディア対抗ロードスター4時間耐久レース、いよいよ当日を迎えましたけれども、今年から新型ロードスターでの対戦となります。新型ロードスター、堤さんいかがですかね。いやもうとにかくかっこいいんですよ。でね、こんなにね、まるでね、なんかヨーロッパ車みたいな車でレースできるのはすごく楽しいですね。それからね、全体にすごくね、車マシンがしなやかなんですよ。ですから大変乗りやすい。で、もう小気味よく走れますね。ですから、チーム全体一丸になってね、それからね、エミリー監督のもとにね、チーム全体に一丸となって頑張ります。はい、私も頑張らせていただきます。堤さんもね、もうドライバーとしてエースドライバーですから頑張ってください。頑張ります。ということで、この時間は今年で26回目を迎えましたメディア対抗ロードスター4時間耐久レース、この結果をご報告したいと思います。ちょうど先週の土曜日ですね、9月の5日茨城県の筑波サーキットで、このメディア対抗ロードスター4時間耐久レース、通称メディタイというのが行われたんですけど、あのそもそもこのレースっていうのは参加者が自動車メディアの人たちなんですね。あのメディタイっていうのは、その普段は取材する側のメディアの人たちが実際にレースをすることによって、その楽しさをみんなに伝えようという思いから始まったものなんです。私たち車ラジオ番組ザ・モーターウィークリーもこのレースにもちろん参戦しました。で、私はあの監督としてね、今年も参加をさせていただいたんですけれども、ザ・モーターウィークリードライバー陣、今年もですね5人いたんですけれども、もう番組でもおなじみの堤さん、そして桂さん、石井さん、でその他にも五十嵐さん、小磯さんというね5人で挑みました。さあ、一体結果はどうだったのかというお話なんですが、まずは予選からこんな結果になりました。聞いてください。さて桂さん、はい、いよいよこの後4時間の耐久レース本番が、決勝がスタートとなります。決勝前、今のお気持ちいかがでしょうか。予選をね、1年ぶりにやらせていただいたんですが、失敗はしてないんですよ。ただまあ失敗というか、エンジンをちょっと回転引っ張りすぎたので、あのオーバーレブじゃないですよ、7000まで引っ張ったのと7500まで引っ張ったのでどうかなって試したんですけど、どっちも外れみたいですね、どうも。だからエンジン回さなくてトルクが出てくるエンジンみたいなので、決勝はちょっとそれを踏まえて、で燃費とタイムをこう照らし合わせながら、みんなでこううまくいけばってね、こうやって計算してうまくいったら試しないんですよそこが本当難しいところですよね、毎年毎年ね。私もあの人ごとみたいに言ってますけど、監督ですから、ぜひやっぱり桂さんはアンカーですから、ザ・モーターウィークリー、みんなの願いを込めて桂さん頑張っていただきたいなと思います。はい、うまくねまとまるといいなと思ってますはい、はい、なんかあの予選の後ね、珍しいですよね、あの桂さんがネガティブになっちゃってまして
ただ分かるんですと言ったら変なんですけど、私ももう監督をね3年目でさせてもらいましたけど、このメディタイっていうのは速さだけじゃなくって燃費の良さも競わなきゃいけないんですね。で今年はさらに新型のロードスターになったので、10年ぶりにこうレースマシン車両がね変わったわけですよ。となるともうどうなるのかわからない、どうしたらいいのかわからないっていうのがあって、さらにねこのレースっていうのは難しくなってたんですよね。さあということで、ザ・モーターウィークリーいよいよ決勝を迎えまして、こんな結果となりました。ただいまレースが終了しました。そしてザ・モーターウィークリーなんと入賞です。6位です。石井さん6位ですよ。いやびっくりしましたね。正直僕今回は入賞できないんじゃないかなと、まあ、レース終盤に思ってたんですけど、いや最終週で6位、一応やっぱこれ入賞になるんで7位と6位ではすごい差があるんですよ、うんうん、これはねちょっと本当に嬉しいです、うん、いやまさかね表彰台まで登れると思わなかったですけど、うんはい、やっぱりこの勝因っていうのは石井さんのおかげですか？まあそうなんですけど、でもねちょっとまあ順位が中盤良くなかった時もあったり、あと不運もちょっとあったんですけども、まあ、諦めないでガソリン最後まで使い切って、はい、まあ、燃費と速さを追求してちゃんと自分なりの、レベルですけれども、それで最後までやったんで、まあ、一応6位に入れたのかなと思いますね。はい、本当にねみんなの頑張りがあってだと思うんですけど、詳しくは、はい、スタジオで勝因はですね、お話しするとして、本当にやりましたね、お疲れ様でした、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。はい、ということで結果は6位でした。勝因は石井さんのおかげですかって石井さんに笑いながら聞いたら、そうですけどってねなんか言ってましたけど、いやいやでもね本当にねまさか6位に入るとは思わなかったんですよ。っていうのはちょっとその最後の最後をね皆さんに紹介させてもらうと、まず残り3分を切った時点で私たち11位だったんですね。で残り1分ってなった時にだんだんガス欠でね止まる車がいたんですよ。でそこで9位にまで上がったんです。でチェックフラッカーがその振られるレース終了本当に直前にガス欠でストップする車がね続出したんです。でその中ザ・モーターウィークリーチームはチェッカーを、受けた後にガス欠で止まった、つまりギリギリでチェッカーを受けられたんですよね。で6位に入ったんですけど、まあ6位からね表彰台に立てるということで、私たちはもう本当にピットでは歓声が上がって喜びました。でやっぱりもちろんそのねドライバーの皆さんの燃費運転もすごかったし、あとガソリン計算なんかの作戦もねすごくうまくいったところもあったし、もうチームの中でみんなそれぞれが自分がこれを絶対にやるんだっていうことをやり遂げてチーム一丸となって挑んだ6位だったと思うんですよね。リスナーの、ね、皆さんも遊びに来てくれて頑張ってっていう風に言ってくれる方たくさんいらっしゃいました。本当にね皆さんありがとうございました。今年は6位入賞でしたけど、来年はまたさらにチーム一丸となって上位を目指したいなという風に、私はまだ監督とも言われてないですが勝手に思っております。この時間はメディア対抗ロードスター4時間耐久レースの結果報告させていただきました。 The Motor Weekly。どうも、山田家のカーナビストラーダです。今日のドライブは初めての場所のようですね。でもご安心を、私が道路標識の情報を絵と音で早めにお伝えするので知らない道でも快適に運転できますよ。お父さん、家族目線のストラーダビューナビでした。パナソニック9つのスピーカーがあなたを包み込む新発想の音響システムを採用したホンダ独自のサウンドマッピングシステムで劇的に楽しい毎日を。 New Next 日本乗り物ストリートスモールホンダ N ボックススラッシュ。どうもセンスのいい男です。古い家や買わず飛び込む水の音、葛飾北斎ってセンスに満ち溢れてますよね。ああ失礼、これは松尾さんの俳句だそうです。センスがない人にも安全のセンスを、さまざまな事故に備えるトヨタセーフティセンス、詳しくはウェブへ。
FM 横浜ザモーターウィークリー。さてここからの時間は WEC 世界耐久選手権を楽しもうです。 F1 と並ぶ世界最高峰のレース WEC 世界耐久選手権。ザモーターウィークリーでは魅力や見どころをお伝えしていますけれども、このコーナーももうおなじみになったんじゃないでしょうか。いよいよね、10月11日富士スピードウェイで日本ラウンドが開催されます。今回は注目のドライバーについて聞いてみました。カーグラフィック編集部の早田義久さんにお話を伺ってきました。早田さん、今回は WEC の注目ドライバーということで、はい、よろしくお願いします。お願いします。本当にね、LMP1 に参戦しているドライバーさんっていうのはもうみんな注目されてると思うんですけど、はい、私やっぱり元 F1 ドライバーのマークウェーバー、ちょっと最近注目してまして。そうきましたか。なんかニュルブルクリンクでもね、うん、やっぱりすごく調子がいいのかなっていうのを思ったりとか。そうですね、意外に思われるかと思うんですけど、実は彼 WEC ウェックは初勝利だったんですよ、この間ニュルブルクリンクが。それまでいろいろレース中にせっかくいいとこにいながらクラッシュしてしまったり、今年のルマンなんかはうちのチームメイトだったんですけど、木端無視でペナルティを食らってしまって、それで2位に下がってしまったっていうような経緯があったんですけども、はい、ようやくこのニュルブルクリンクで初優勝を飾ることができたんで、しかもポルシェはいい感じで今上がり調子ですから、富士では当然台風の目だと思います、はい、なってきますよね。で聞いたところによると、そのマークウェバーって F1 で初めて優勝したのもニュルブルクリンクだったって聞いたんですけど、藤本さん本当素晴らしい、素晴らしい、全くその通り。なんかそれを考えた時に、うん、富士が得意なドライバーさんっていうのもやっぱいるのかなと思ったんですけど、そのあたりどうですか。うん、やっぱりまずね、ぜひ頑張ってほしいというのは中島和樹選手、はい、トヨタ TS040 ハイブリッドを乗って、で実際過去を振り返ってみると、2012年の第1回大会から13年14年と全部実はトヨタ勢が優勝しているのがウェック富士の特徴で、おそらくトヨタとしては今年もぜひでもっていう部分は多分にあると思います。そうですよね、うん、ホームコースだけにね、全くおっしゃる通りだ。和樹選手はね、普段以上におそらく静かに燃えて富士に現れてくれると思います。静かに燃えて、はい、なるほど、はい、でとなるとやっぱり富士っていうのはこうアウディには日本育ちのドライバーもたくさんいますよね。その和樹選手と同じぐらい富士では負けたくないって思ってるそのドライバーの方たちが、例えばスーパーフォーミュラであるとか日本の GT で育ったブルマトレリュエ選手、アンドレ・ロッテラ選手、それからロイック・デュボル選手、この3人が今アウディに実は席を置いてますんで、はい、彼らも絶対富士は落としたくないし、負けたくないって気持ちはとっても強いと思います、はいはい、だそのお3人にもちろんファンの方はその辺はよくご存知だと思うんで、もう大注目で皆さんしてくださると思います、はい、で最後に早田さんが個人的に気になっているドライバーがいると伺いました。とってもこれ女性ファンの方に申し上げたいんですけども、はい、LMP2 クラスの、シグナテックアルピーヌというチームに所属しているネルソン・パンシティアッシーさんというフランス人のドライバーの方なんですけど、はい、この方がね、男の私がよろめくぐらいね、まあ綺麗な男の子でもうね、私はこれ彼がレーシングスーツをはだけてるところの写真を拝見したんですけどまあこれがね、もうね、どうしようっていうぐらい綺麗で、ぜひ、はい、もう女性ファンの方はちょっとパドックにいらして、パンシーティアッシーさんの一挙手一投足をご覧いただければななんていうのも今日お伝えできればと思って参ったんですけど、わ、はい、かりました。なんか今ちょっと早田さんの喋り方も変わったような気がしましたけれども注目ですね。なんかムービースターみたいだということなので、女性の方もぜひ注目してほしいなと思います、はいはい、そしてパトリック・デンプシーさん、アメリカの俳優ですけど、彼もね WEC に出てて富士にも来るということなので、女性ファンにとっても女性が見ても楽しい、もう最高です ね、うん、WEC 富士になるんじゃないかなと思います。はい、もう相変わらずですよね、早田さん見るところ絶対なんかこう早田さんならではのところがありますけど、いやこれで見に行きたくなったよっていう女性の方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。さてここでドイツニュルブルクリンクで開催された世界耐久選手権第4戦をもう一度振り返ってみましょう。世界耐久選手権 WEC がドイツニュルブルクリンクで開催されるのは初めてのことで、観衆は6万人以上が詰めかけました。ポルシェ、アウディの地元であり、トヨタもレース拠点がドイツ・ケルンにあり、どのチームも負けられない戦いです。
決勝に先立ち8月29日に行われた予選ではポルシェ919ハイブリッドの18号車がポールポジションを獲得。2番手もポルシェ17号車と919ハイブリッドがフロントローに並びます。ルマン24時間の後 WEC 後半戦に向けて新しい空力パーツを採用したポルシェはこのニュルでも速さを見せつけました。以下アウディの2台、そしてトヨタの中島和樹選手が狩る1号車が5番手、2号車が6番手に続きます。8月30日に開催された決勝レースは30度近い暑さの中でスタート。スタートしてから序盤は予選ポジションのままレースが進みます。ポルシェの18号車がトップを走り、その後ろに17号車アウディ、トヨタと続きます。途中2番手を走るポルシェ17号車のフロントカウルにトラブルが発生して予定よりも早めにピットイン、カウル交換を実施してピットアウトしました。トップに動きがあったのはレーススタート後1時間半の時点。ここでトップを走るポルシェの18号車にストップ&ゴーペナルティが下されます。燃料流量制限の違反ということで18号車はその後も2回合計3回のペナルティを課せられました。この18号車のペナルティでトップに上がったのはチームメイトの17号車ポルシェ。2番手のアウディ7号車には1周差をつけての快走を見せます。そしてレース終盤はペナルティを受けた18号車ポルシェの追い上げが見ものでした。残り2時間を切ったところで18号車はまず3番手のアウディ8号車を抜き、その後残り1時間あたりからポルシェとアウディの2番手争いが激しくなります。アウディ、ポルシェ、アウディの三つどもえでの2番手争い。8号車アウディがスピードを見せて2番手の座を奪いますが、その後ピットインによって再び18号車のポルシェが2番手へと浮上しました。トップの17号車、そしてペナルティを跳ねのけて2番手まで挽回した18号車の2台のポルシェ919ハイブリッドはその後はアウディを寄せつけずにワンツーフィニッシュを飾りました。ポルシェは前線ルマンに続いての連勝で、17号車に乗るマーク・ウェーバーは今回が WEC 初勝利となります。フロントカウルのトラブル、そして3回のペナルティでもワンツーフィニッシュ、ポルシェの強さが際立ったレースだったと現地で取材していた早田さんも驚いていました。世界耐久選手権次戦第5戦は9月19日にアメリカで開催されます。お楽しみに。どうも、センスのいい男です。この屏風、国宝なんです。色彩のセンスがまるで違いますね。国宝はその隣です。そうですよね、これですよね。横とは比較にならない。それじゃなくてこっちです。もちろんこっちです。センスがない人にも安全のセンスを、さまざまな事故に備えるトヨタセーフティセンス、詳しくはウェブへ。どうも、佐藤家のカーナビストラーダです。何やら奥さんが録画したドラマを見る時間がないなんて嘆いてますが、ご主人言ってあげてくださいよ。このナビブルーレイプレイヤー搭載でリアモニターをつければ後部座席でもドラマを楽しめるよって。家族目線のストラーダビューナビでした。パナソニック、9つのスピーカーがあなたを包み込む。新発想の音響システムを採用したホンダ独自のサウンドマッピングシステムで劇的に楽しい毎日を。 New Next 日本乗り物ストリートスモールホンダ NBOX スラッシュ。 The Motor Weekly、 藤本恵美里がお届けしてきました The Motor Weekly。今日は秋のモータースポーツスペシャルと題してお届けしてきましたが、いかがでしたでしょうか。メディア対抗ロードスター4時間耐久レース、今日はあの結果をご報告させていただきましたけど、今年初参加のチームもたくさんあってですね、あの私すごく気になったのが日本自動車連合チームというチームでした。これあのドライバーがマツダ、トヨタ、三菱、ホンダ、スバルの広報さんとかテストドライバーさんだったんですね。でメカニックは日産とマツダの方々ということで、あのマツダのロードスターでのレースなんだけど、
日本のねメーカーがこうみんな集まって力を合わせて車好きの輪を広げていこうと、まあ、そういう思いからスタートしたチームだったそうです。ちょっとこういうチームが参加したということで、また今年のメディア対抗ロードスター4時間耐久レース特別なものに、記念すべきものになったんじゃないかなというふうに感じました。でちなみに優勝したチームは、ピストン西澤さんのチームでしたね。同じメディアでしたけどおめでとうございます。私たちもまた来年頑張りたいと思います。お送りしてきましたザ・モーターウィークリー、今日の放送は番組サイトthemotor.jp に翌週アップされます。ぜひこちらもチェックお願いいたします。そして LINE アットにザ・モーターウィークリーのアカウント開設してます。番組情報など発信してますので友達登録よかったらしてくださいね。そして番組 Facebook もいいねをぜひお願いします。さて今日プレゼントいきたいと思いますが、今日のプレゼントは、メディタイの6位入賞商品になります。皆さん応援してくださいましたので、そんな皆さんに私たちが獲得した6位の商品をプレゼントさせていただきたいと思います。内容はですねブリッドのトートバッグ、そしてエンドレスのレインポンチョ&ストラップ、こちらはセットでプレゼントです。トートバッグがいいかレインポンチョ&ストラップがいいか、どちらがいいか希望の商品名を書いて送ってくださいね。メールアドレスは tm@fmyokohama.co.jp、 ザモーターの頭文字 tm@fmyokohama.co.jp です。WEC ミニコーナーの感想も書いて送っていただけると嬉しいです。お待ちしています。それでは皆さん良い秋ドライブを。ザモーターウィークリー、お相手は藤本恵美里でした。また来週。